第3回はですね、コントローラーっていうのと、ビューについてちょっと簡単に説明したいと思います。まあ,あの PHP のフレームワークとか Ruby on Rails とか、でよくあの MVC とか言われてるのがあるんですけれども、これのまあ今回は C と V のとこですね、かなり簡単なところだけ説明したいと思います。Thump のコントロールパネルから Apache と MySQL、MySQL は今日は使いませんけれども、えー、基本的には 開発を進めていく上ではこの2つを起動しておきますそしてローカルホストにアクセスしたらこのような感じでララベルのトップページが出るのを確認します前回ここをね変えましたので y ップという風になっていますそして、えー、ここのジ、えー、a m p フォルダー http htdocs のテストフォルダーをそのまま VS コードに放り込むとこんな感じになりますのでここからスタートしていきたいと思います でコントローラーのファイルを作成したいんですけれども、作成する場所は、えー、アップフォルダーの http フォルダーの中にコントローラーズっていうのがありますので、ここに、えー、作成していきたいと思います。そしてですね、あの、ララベルでは、まあ、ファイルをね、こっから 新しいファイルってやって作っていってもいいんですけれどもなんか簡単にファイルを作るコマンドがあるんですねですので VS コードでそのコマンドプロンプトを実行できるんですけれどもこの上の表示のところから、えー、統合ターミナルコントロールとアットマークでも開けるそうですけれどもここ統合ターミナルをクリックするとここにターミナルっていうのが出ると思います、まあ、とりあえず CMD のコマンドプロンプトを選んでください 現在のフォルダー、そうですね。おそらくテストフォルダーの中に今いる状態ですね。この状態から php、アーティさんアルチザン、メイク、コロン、コントローラー、まあ、ハロー、コントローラーと打ち込んでエンターをします。 そしたら、コントローラークリエイティッドサクセスフリーという感じになって、ここにですね、ハローコントローラーというのが出来上がります。で、ここに関数をですね、これは手で書いていくんですけれども、テストっていう関数を書きますと。で、まあ、リターンでこの関数の戻り値として、はいという感じで作っておきます。えー、そして、先日学んだこの ルートの、ルーティングのところですね。前回のところは消して、ここのファンクションのところを文字列で、第2引数ですね。Hello, Controller, a t Test。これはどういうことかっていうと、ローカルホストのトップページに行ったときに、 このハローコントローラーのテストという関数が実行されて、はいという文字列が返されるので、おそらく画面上にはいという文字が出てくるのかなと思います。ローカルホストにアクセスしてみたいと思います。はい、このような感じではいというのが出ましたね。これが実行されたというのが確認できると思います。こんな感じですね、えー、戻り値のところにビューっていう関数を書いて、このビューと っていうのは、リソーシーズフォルダーの、ビューズフォルダーのところのこの、これをね、指しますね。例えば、ウェルカム。まあ、また元に戻っちゃいますけど、ウェルカムって入れると、この HTML ファイルが開くという感じになります。こんな感じですね。ウェルカムはもともとララベルの中にデフォルトで入ってたものなので、ここにまあ自分でね、ファイルを作ってみたいと思います。 テストドットブレードドット PHP ですねで、まあ、VS コードはビックリマークを押してタブボタンを押すとなんかこんな感じでうまいことになってくれますので H1 を押してタブとかでもねタブを作ってくれたりしますおそらく P を入れてタブを押しても P タグになってくれますララベル入門ララベル 基本を学習していきましょう。まあ、こういう HTML ファイルですね。これを表示させたいというときは、テストと入れると表示されるわけですね。はい、こんな感じになります。まあ、これが基本的には、あの、前回学んだこのルーターと、ルーターからコントローラーに行くと。で、コントローラーから ビュー関数でこのビューの HTML を表示させるというところですね。つまりこれがビュー、これがコントローラーっていう感じですね。フレームワークの基本が MVC ですので、V と C が今やりましたね。で、M はこれからやっていきたいと思います。で、コントローラーもね、ここでいろんなことができるわけなんですけれども、 まあ固定のページを出すだけだったら別にララベルを使う必要はなくてまあ何かしら動的なものをねここに渡して表示させるっていうのがララベルを使う意味やと思いますただ動的なものっていうのはデータベースから何かを取得してきたりとかデータベースに何かを入れたりとかデータベースにあるレコードを更新したりとかそういうことですのでこの MVC の M をねこれからどんどん学んでいって 基本的なデータベースから何かレコードを取得したりするのを学んでからブレードの使い方とかコントローラーの使い方なんかを徐々に学習していければと思っています。それでは本日は以上になります。どうもありがとうございました。